川口るき、青森山田高校、3年。まずはじめに紹介したいのが、昨年の選手権王者、青森山田で今年からスタメンに定着した川口るきだ。長身の選手や、フィジカルのある選手が多数属する青森山田だが、小柄な体型の川口は、新チームとなり、シーズンが開幕する前まで B チームに帯同していたが、しかしそこで結果を残し、リーグ開幕戦でスタメンに大抜擢され、すると先制ゴールを決めるなど、これ以上にない期待に応えてみせた。その後もスタメンとして活躍し続けているなど、今年1年期待の選手だ。先ほども話したように、チーム内の他の選手と比べ、体型、フィジカルの劣る選手だが、チーム内でトップレベルのテクニックを誇り、さらに高いプレースキック能力も武器の選手です。スタメンに定着した川口だが、今後さらなるステップアップにも期待したい選手です。福本一太、阪南大学高校、3年。激戦区、大阪の強豪、阪南大高の注目選手、福本一太は1年生時から主力として活躍するボランチ、守備に定評のある選手だが、昨年のプリンス関西1部では、2桁10得点を挙げるなど、攻守両方でハイレベルな選手、1年生時には、国体の大阪選抜のメンバーとして、3位に貢献した、今季注目のボランチだ。インターセプトや対人能力の高さで、ボールダッシュ能力に秀でる選手、ただ攻撃面でも、ボールを奪ってからの正確なパスや、自分自身でゴールを決めるなど、高い攻撃力も持ち合わせるなど、トップ下としての役割もこなせる逸材選手だ。1年生時から主力のボランチは、高卒でのプロ入りも狙える能力の高さがあり、チームとしても今季は好調で、激戦区大阪予選を突破し、自身初の全国大会への出場なるか注目です。木下とは、鹿島学園高校、2年。高校入学後に知名度を上げ、世代別代表にまで成り上がった木下とはは、昨年、1年生のみの全国大会である、水野チャンピオンシップで、MVP 級の活躍を見せ、日本一に輝いた。そしてこの大会の活躍で注目され、今年に入り、早生まれである木下は、U16 日本代表メンバーに選出されるなど、一気に世代注目ボランチとして、株上昇中の選手です。木下は、攻守両方で輝きを放つボランチ。特に攻撃面では高いキック精度を武器に、正確なサイドチェンジや、守備面でも最後までボールを奪いに行けるスタミナもあって、チームにとって不可欠な選手だ。昨年はルーキーリーグの他にも、国体の茨城県選抜にも選出され、スタメンの多くが鹿島ユース勢の中、木下は唯一レギュラーとして活躍して優勝に貢献。1年で2度の日本始めを果たし、これ以上のない充実した1年となった。今年も注目のボランチが多いが、木下は個人的に特に注目したい選手です。河合亜門、浜松開誠館高校、2年。毎年多くの逸材選手が所属する浜松開誠館高校ですが、その中でも注目したいのが、この河合亜門だ。浜松開誠館中学校時代から注目の選手で、中学3年にしてプリンス東海に出場して4得点を挙げるなど、高校入団後は下級生ながら、チーム内で絶対的な選手として活躍していた。さらにキッカーを任されるほど、高い精度のキックを武器とするレフティーだ。昨年は国体の静岡県選抜には選ばれたが、今後は世代別代表の選出にも期待の選手です。チームとしても、静岡県内は全国で一番と言ってもいいほどの激戦区だが、その県内のライバル校たちを破って、全国大会出場できるのかにも注目です。そして河合自身も全国大会で、その実力を示すことができるだろうか。ということで以上が、2024年高校サッカー注目選手、ボランチ編パート4になります。今後もポジション別に注目選手たちを紹介していくので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。